Taiwan. Yeah, we came, I think your flight left at the same time, aren't you? Yeah. We're going back tonight. We're going to stay here tonight. We have a speech tomorrow, and then we're going to bring over young Lena.
とうございます。どうもありがとうございました。どうも。まさかの時は真の友という表現がよく使われますけれども、日体間の特別な結びつきというものは少なくとも日本にとりまして、今回国難とも言えるような 3.11 の大地震、大津波の時にこれは鮮やかに現れてきたと思っております。この絆というものが次なる日体間の100年というものを考えていく上で、引き続き今回のいろいろな関係援助支援等々に対して我々は心から感謝をしているところです。今こそ我々は国民の総力を結集して、改めて台湾の皆さんが安心して来ていただけるような日本というものをもう一回作り上げなければならん決意を新たにしているところでして、今後とも皆様方のお力添えもお願いすると同時に、我々も必ず再建していくという機会を持って臨んでまいることを申し添え、ご挨拶なりお願いなり決意の表明なり、そして台湾の皆様に対する御礼に返させていただきます。ありがとうございました。お疲れ様でした。皆さん方に熱心に参加していただいたおかげで、この100周年というか建国記念日を台湾側から見てものすごい盛り上がったと言って、今日の総統、副総統、いろいろな人からもちろんのこと、もちろん王金平議長からも、ぜひこれだけ大勢の人が来ていただいたんで、台湾側としてはものすごい感激したと言って、えらく喜んでいましたんで、大変良かったと思います。またこれは今日の自由新報という新聞に、昨日のあそこに何でしたっけ、台中の小学校に行ったのが記事になって出てますんで、今日の新聞だそうですけれども、わざわざここに足を運んでくれた話が出てますんで、良かったんじゃないかと思っております。いずれにしても縁あって我が子当選して、それで結果として青年局に所属された方々がずっとつないできたこの一体関係ですので、ぜひ今後とも引き継いでいっていただけるということを心から期待をして、皆さん方のご参加に感謝を申し上げ終わり、閉会というか会談のご挨拶です。ありがとうございます。